2コーナーからバックストレッチで、ここは3番車の木村が行きます。木村が指導権を取るのか。まずは先手を取ったが、今度は静岡勢が行きました。5番の静岡大輔が行きます。静岡勢が主導権か。4コーナー待った。注目の2番車平原啓太、現在8番手。残り1周を切る。まだペースを上げていない。5番の塩田、ここで3番の木村、さらに、ね、1番の伊藤が発進。さあ残り400を切っての1コーナーから2コーナーに向かっていく。さあここは5番の塩田が主導権、9番車の鈴木が後ろでさばいて、ここで落車があった。4選手落車。走るのは6人、いや5人となって、2番車の平原啓太が現在2番手に上がった。4コーナー待って、5番の塩田をかわした2番の平原啓太。平原啓太が一気に抜き去って今1着ゴールイン。